犬のおまわりさんは子供たちに大人気です。もし犬の消防士さんがいたらきっと同じくらい人気者になりますね。今から100年前、大正から昭和の初めにかけて小樽に消防士になった犬がいたのです。名前は文庫オスの雑種です。家事の 焼け跡で泣いていた子犬を消防隊員が保護しました。子犬は文孔と名前をつけられ消防隊員に可愛がられて育ちました。消防隊員の行動を見ていた文孔はやがて出動のベルが鳴ると一番先に消防車に乗り込み火事の現場では矢じ馬の整理や ホースの先を加えて消防士に渡したり、もつれを直したりと大活躍でした。その出動回数は1000回を超え、新聞やラジオなどで全国に紹介され、絵本にもなりました。そして1938年2月3日、24歳という長寿を全うして惜しまれつつ亡くなりました。 葬儀は消防葬として盛大に営まれ、2008年にはその功績を称えて記念碑が建てられました。みんなに愛された文庫は今でも小樽の街を見守っているのです。